ただいまの気温は32度、熱々。皆さんこんにちは、アンナです。今日は待ちに待ったせっちゃんの30周年のライブです。そしてここはどこでしょう。じゃじゃーん、ここは今神戸のマヤさんのケーブルカー乗り場に来てます。山頂にあるレストランでお昼ご飯食べたいと思います。時速 12km の速さで、これはロープウェイ。山頂は26度、ちょっと涼しい。やっぱりロープウェイで登ってきました。暑いけど全然やっぱ上がってきたからちょっと涼しい。暑いけど、おー、すごいすごい、めっちゃいい景色。すごい、神戸の街並みが一望できる。わお、景色を一望できるカウンターでランチをいただくことにしました。カツカレー、めっちゃ美味しそう。スーパーサラダ、じゃーん、めっちゃ美味しそう。美味しい。マヤさん、バイバーイ。じゃーん、来た来たー、ワールド記念ホール。今からツアトラ見に行こう。スナトラ前の時見られへんかったからね。あったー、あ、すごい、2台並んでるじゃん。かっこいい、せいちゃん。スナトラ見れてよかった。今からグッズ買いに行くぞ。加藤レジ、電気専用列になっております。分かれてお並びください。空いてるレジ分かれてお並びください。キーホルダー、ラバーキーホルダー買いました。これからもよろちくビーム。 T シャツ、ギブソンの、まあ、模様の T シャツと、あ、会場限定のポスターも買いました。チッチリー、かっこいい。じゃじゃーん、お、長い長い。これ今回一番欲しかったの。これでーす。何だっけ、しびれ、あ、違う、刺激豆。斉藤30周年大人の刺激豆。お豆だそうです。これと、せっちゃんのビールと、
緒に食べたいと思います。ちょっと開けてみる。中見たい？中見したろ。すごい、お、カリカリカリって、カリカリ、せっちゃんの絵描いてる。ここ見せていいか。これしびれ豆、カシューナッツかな。かわいい、ギターと猫の絵描いてる。かわいい。何がしびれるんやろ。まあ、山椒が入ってるんだって。山椒がしびれ豆で、カリカリカリがカレー味。それからこれタオルです。じゃん。これからもよろしくビーム。これでも思ったより幅があって使いやすい。では行ってきます。はい、ライブの興奮も冷めやらぬ中、晩ご飯は三宮の軽水でいただきました。読みができてない。海鮮生春巻きやって、やばい、めっちゃ美味しそう。このアナは何のアナでしょうか。熱燗作るねんて。おしゃれ。お湯は何か熱燗差し込むらしい。おいでハイボール、うん、日本酒。おしゃれな酒器できました。おしゃれな酒器、大酒器。お酒大酒器、せっちゃん大酒器。入れちゃうよ。おいしい。あー、天ぷらです。アナゴ、ミョウガ、アスパラ、トウモロコシ、コーンの天ぷら。一度この上上げてね。じゃあ私、はい、左の上から3個目、このチョコ選びました。かわいいチョコ選んだ。せっちゃんのライブ最高でした。とせっちゃんの30周年、音楽と思い出ってつながってるやんか。せっちゃんの懐かしいいろんな曲聴くたびに、その時の思い出が蘇ってきて、めっちゃしみじみしました。んで、私はベリーベリーストロングでせっちゃんのファンになって、2008年にファンクラブ入って15年ぐらいかな経つんやけど、30周年の半分ぐらいやけど、どんな思い出が蘇って、その曲聴くたびに蘇って、なんかしみじみじんできました。せっちゃんがそっから病気とかから体調崩したことって多分なくて、コロナでお休みになったぐらいかな。だからこれからも体調崩さない、元気で幸せでいてほしいなって思いました。せっちゃんの幸せが
私の幸せなんで、これからも元気に頑張ってください。30周年おめでとう。パン。おはようございます。神戸2日目の朝、めっちゃいい天気。おはようございます。今日はお昼ご飯食べて、せっちゃんのライブまた行きます。2日目も楽しみ。お昼ご飯はここピノッキオのピザ屋さんで食べます。なんかこのお店はね、ハルキスト、ハルキス、村上春樹のハルキストの人に人気のお店らしいよ。あんまりちょっと詳しくないからわからんけど。うわ、すごい。やば。いただきます。さっき美味しいピザ食べてきたので、次はかき氷食べに行きます。ここは、神戸の三宮です。ここここトルナード、バール種類どれにしようかな。はい、ライブ終わりました。もうせっちゃん2日間ライブ最高でした。もうね、途中でも感慨深くて感極まって、もうよろちくビームのタオルで涙拭くシーンいっぱいありました。めっちゃ良かった。もうお祭りって言ってたけど、なんかもう感動ばっかりやった。なんかせっちゃんのファンになって改めて良かったなって感じた2日間でした。せっちゃんのファンで楽しめるのもせっちゃんの健康あってこそやなと思ったから、せっちゃんにはこれからも健康で幸せでいてほしいなって思いました。で、ファンにいっぱい幸せを届けてください。30周年おめでとうございました。またこれからも楽しみにしてます。じゃあね、またね、バイバイ。